ハロー。2021年12月7日。通ってたバカ高校エピソードを並べてく。自分が通ってたバカ校のエピソード語ってくやで。一応特定されないようにはごまかしていく。ちなみに偏差値は39だったはず。定員割れ。最近の田舎の高校は、どこも定員割れしてるらしいけど、俺の学校は1クラス10から20人が当たり前で、1学年5クラス程度。全校生と合わせても200人いるかどうか。女子の割合も異常に低く、8割が男。ただ俺のクラスは9人中7人が女子で、そのうちの1人が中退した。1年生の英語の授業で最初に習うことがアルファベット。最初の授業で ABCD をひたすら書かされた。本当に書けない奴がいるので世の中に本物のバカはいるんだなぁと思った。次の授業ではスタディってどうやって書くのと大騒ぎしてた奴がいた。なんでエッチがその高校に行ったのか。単純に受験勉強してなかったのと、中堅私立に受かってたものの行く金がなかった。1年生の物理の授業で最初に習うことが掛け算、割り算。筆算のやり方をバカ真面目に教えられた。当然できない奴がいる。分数の計算もさせられた。授業中なのにもかかわらずよく叫び声が聞こえる。猿かなんかか?と思うくらいにはうるさい。叫ぶ授業って何?Y の高校も似た感じやったわ。授業中にインスタライブしてたやつ。俺の代ではなかったけど先輩に一人いたらしい。もちろん鍵垢じゃなかった。Y 偏差値40出身、共感しかなくて草。発達障害多そう。実際多かった。感情のコントロールできないやつとか、グレーゾーン含めたら1学年20人くらいはいるイメージ。言うて俺も ADHD 持ち。コンサータ飲んでる?飲んでる。どんな感じ?不注意が減る気がする。飲む前はコンビニ、本屋、ミスド全部で財布忘れかけたり、バスに買ったもの置き忘れてたりしたのが多少軽減した。時計が読めないやつ。アナログ時計が読めないやつがいた。あれって何時?って毎回聞いてきてた。そういうのって将来どうなるんや?将来は就職とか。あとは推薦がバカみたいに取りやすいので私文大学に行ったり専門行ったりする。こんな底辺でもうまいことマイルドヤンキー層に入れれば幸せに暮らせるんだよな。こういう高校で無双する妄想したことある。俺は勉強ができた方なので学年1位から3位くらいだったけど、周りから無駄に持ち上げられてむしろ居心地悪いで。太宰治や夏目漱石どころかジャンプの漫画読めるの?本が読めないのは当たり前で、登場人物が多い漫画は読めないっていう人も多かった。東西南北がわからない。北と南くらいわかるだろとか思ってたら9人中7人が理解してなかった。偏差値が存在する大学行ったら英雄扱いされそう。片親率がやばい。公立の底辺高校は家庭が複雑なやつが多い。8人中5人が片親だったし1人は過去に DV されてた。やっぱ子供の成長は親によるんやね。親ガチャって間違ってないやん。中退率が高い。夏休み明けに1学年6人くらいは減ってた。1年の頃200人くらいいたのが3年になったら70人になってた。〇〇っていう子知ってる?中退した子。っていう会話がよくある。恋愛トラブルが面白い。友達の話。喧嘩したカップルの彼氏の方が、中退した後彼女の母親の彼氏の会社で働いていたらしく、母親の彼氏にボコボコにされた挙句会社を解雇されたらしい。あと彼氏から DV されてる女の話、逆も聞く、はよく聞く。ひどすぎて草。母親の彼氏というパワーワード。母親彼氏持ち死ぬほどいるで。母親が彼氏に DV されてたりもする。たとえツッコミが通じない。なんかの話の流れで、宮沢賢治かよ。って言ったら、誰?やめた子?って返された。というか当たり前だと思ってた額を知らない奴がいてビビる。常識レベルの知識を。未成年飲酒、未成年喫煙。まあ割とどの高校でもやってる奴はいるだろうけど。先輩がバイトしてるコンビニで簡単に酒タバコ買ってた。あと校内でタバコ持ってきて自慢したり、トイレで吸ってバレた奴がいた。特別指導は食らってたけど全然学校通ってた。Y のとこアホやから1年目で退学者多すぎて1クラス消えたで。うちは逆で、治安が悪すぎて学級崩壊が起こりかねないので、5組が5組と6組に分断されてた。怖すぎる。教師は何を思い仕事をしてるのか。教師はめちゃくちゃ熱心だった。ここで人生をやり直させないと本当に再起不可になる奴が多かったので、なんとかして人間としての行動をさせようと指導が熱心だった。ほとんどスラム街。
酒タバコ叫び声規制は当たり前で薬物やってるやつもいた。スラム街で行われる悪いとされること大体起こってた気がする。こんな高校存在したらあかんやろ。こういう学校ってギリ県の受け皿になってるし意外と存在価値あるんだよな。そこまで言ったら特別支援学校とかでいいやろ。ワイも底辺高校卒業したけど今思い返せば楽しくて笑い続けた毎日だったわ。ワイの地元は偏差値54の普通科高校、偏差値が40代後半の農業工業高校、偏差値が40のバカ高校その1、偏差値が40のバカ高校その2、という地獄みたいな構成やった。70レベルのやつどうするんや、どっか遠く行くのか。30キロ先に偏差値67の男子校65の女子校があるんだわ。電車で1時間だから普通に通える。30キロ、すごいな。ワイの家からだと大体こんな感じ。田舎はほんまに。具体的すぎる。ちゃんとした図でいいね。爆心地みたいで草。アホ学校の定番、テスト前対策プリント。なんと問題を丸暗記するだけで100点も夢じゃない。マジでこれ。テスト前対策プリントはほとんどそのまま出るし、なんなら僕が用意されててそこから選べばよかったのもある。俺のクラスは多少他よりマシだったので8点問題は用意されてたけど。テレビゲームの質知りたいです。三国志や信長の野望とかできるのかな？ゲームはアクションゲームとかやってる人多かった。ストーリーは理解できない人間が多いので、多分アンダーテイルとかできないんじゃないかな。2時間授業をストライキ。他クラスがあまりにもカスみたいな行動しているくせに、一番まともだった俺のクラスが肩身の狭い思いをしていたので、クラスで一丸となって教師に抗議したことがある。授業が2時間潰れた。いっちその高校で勉強できてたんやろ？プライドとか高くならんかった？勉強できても ADHD で忘れ物がひどかったり、片付けが異様にできなかったりしてたので、自分もカス側の人間だとは思ってた。ただ他の奴らよりは多少頭が良いとは思ってた。授業中によく泣いてる。恋愛関係のトラブルが多いのでよく授業中に泣いてる女子がいた。大体の教師は無視してた。公立の教師って評価関係なく持ち回り制やからな。生徒の私的なこといちいち構ってられんわね。特別指導。あまりにもアホやらかした奴は、授業中以外は同級生と隔離されて教師と付きっきりで説教されるらしい。毎時間担当の教師が迎えに来る。この特別指導を乗り切った奴はなぜか褒められる。なんで？たまに特別指導すら逃げ出す奴がいる。よく物がなくなる。適当なところに物を置いたりすると普通に取られてたりする。俺はよく物を置き忘れる人間だったので何回も取られてた。充電器とかはガチで取られやすい。前なくなったシャーペンが他クラスの奴が何食わぬ顔で使ってた時にはたまげた。卒業生が在校生に手を出す。4通への OB が在校生未成年に手を出してたし、そいつ4またしてた。聞いてる分には楽しそうや。聞いてる分には。正直そういう話だけ回ってくるので通ってても楽しい。課題のレベルがかす。課題がほとんど小学生の漢字ドリルとかと同じレベル。課題というものが絶望的にできない俺でも、その日の朝とか休み時間中に終わらせればなんとかなった。定期考査のレベルもカスなので、その日の夜中に課題あるだけで80から90は余裕で取れる。中学でオール1か2だった俺でもバカ高校に入ってオール5の成績だったので、本当になろう小説の主人公みたいな気分だった。名前書ければ入れるってま？マジやで、そもそも定員割れしてるので本当に名前書けば受かる。面接は一応あったけど、最近気になるニュースは？って聞かれてアイドルの結婚の話したやつが受かってたからガチだと思う。メンヘラが多い。家庭環境がカスな人が多いので、メンヘラがバカみたいに多い。クラスの7人の女子のうち、リスカ経験者が5人、OB 経験者が2人いた。地獄かな。母校の名前で検索するとサジェストが、廃校、ヤンキー、事件、マルジン事件、だったりするのでほんまの地獄やで。草、インパクト強い。スクールライフは楽しかった？人間関係にさえ気をつけれてばまあ楽しいで。清潔感のある見た目とある程度のコミュニケーション能力があれば人並みのスクールライフは送れる。いじめとかあったん？男子は相手に伝わるレベルで悪口を言う感じで、女子は表面上では仲良くしようねーとか言いつつ裏でめちゃくちゃに悪口言い合ってる程度。殴るとかのいじめは自分の知る限りではなかったはず。底辺校やけど補習はなかったなー。試験で過ごしたらそのまま0点にされた記憶。そういえば試験中に5分くらい問題用紙に向き合った後速攻で爆睡してるやつはいた。
Y の高校は偏差値54とか55とからしかったけど、くそ足遅いやつとか、めっちゃ太ってるやつとか、家貧乏なんやろなーみたいな外見してるやつとか、明らかなヤンキーとかってさっぱり消えるから、仮想の高校はなかなかのディストピアなんやろなーって思った。ある一本は動物園、ある一本は刑務所って呼ばれてた。あと、底辺高校イコールヤンキーが多いって思ってたけど、実際明らかなヤンキーみたいなやつは少なかった。公立底辺は社会の最底辺の人間の寄り集まりみたいなもんだから割と陰キャが多い。というかそういうヤンキーは速攻でやめる。あとは障害持ちの距離の詰め方とかコミュニケーションの取り方が苦手な人とかがいた。むしろバカ校でグレてないやつのが闇深そう。大体ギリケンのイメージ。これ、大体のやつが寝てるかスマホいじるかしてた中で真面目に授業受けてるやつほど頭悪かった。1年生の時に同学年の先生が3人辞めてたの草やったわ。学級崩壊でもしたんか？正直高校の先生はストレスやばそうだし。Y の先生は小学校の教員やってたけどモンスターペアレンツが多くて高校に天下りしたとか言ってた。眠くなってきたし私は寝るべ。よい夢を、グッバイ同類。勉強しないとやべえって気持ちが湧いてきたわ、寝るけど。オンジェイミンの通学してた学校の話を聞くと Y と次元が違うんやなって実感する。今回はバカ高校エピソードスレを紹介したよ。ご視聴ありがとうございました。